マック堺井ドットコムの掲示板にいただいたご質問にお答えします。マックさんこんにちは。サバゲにスナイパーを使うときスコープの狙った通りに BB 弾が飛ばないのですが、何メートルぐらいにスコープを合わせておけばよいでしょうか。そうですね、スコープを何メートルぐらい合わせるか、まあ20-30ぐらいでいいんじゃないですかね。自分がまあ比較的打つぐらいのところに合わせればいいと思います。あ、そうか、私がお答えしたのがまずサバゲーにスナイパーを使うときスコープの狙った通りにビビ弾が飛ばないっていうことに対してはスコープを調整する必要がありますとお答えしました。それで何メートルぐらい合わせておけばいいでしょうかっていうのは使う人次第ですって答えちゃったんですけど、まあスコープ使うっていうことはね、数メートルでサバゲで打つことはあんまりないですし、まあそうなるとねスコープ使わないで打っちゃうと思いますし、なのでまあ30-40に合わせるのが一番いいんじゃないですかね。でまあ一つ言えるのはちょっとねなんかホップ強すぎちゃうとね至近距離で当たらなくなったりもするので、まあある程度の距離例えば30で合わせるとすると一応ね至近距離とかそのちょっと上に行った時、まあ、40-50に行った時にね、まあ、球がどういう飛び方するかっていうのも一応頭に入れといて、まあ、大体そうですね自分だったら 30m ぐらいに合わせるのが多いかなと思います。もちろんねもっと至近距離で打つのが多いフィールドとかだったら近い方がいいですし、もっとねちゃん球がきれいに飛ぶやつだったらもっと遠めの方がいいような気もしますね。まあその辺は本当自分の銃でね、まあ、大体合わせるのがいいような気がしますね。そうですね、まあ40飛ばせるんだったら40で合わせるのが一番いいんじゃないかなと思います、はい、というわけでサバゲーのスコープの合わせ方というかね、どれぐらいに合わせてますかっていうご質問にお答えしました。最後までご視聴いただいてありがとうございました。